はい、今日はさっき、和太鼓の、ね、ボディを塗って、これ和太鼓を叩く竹の根っこの方ですね。こうやって竹がこうやって生えてるやつですね。でここ根っこがバーっていっぱい出てて、それをカットして、ただ削っただけだとフラットになっちゃってつまんないんで、その凸凹を残すためにギリギリまで行ったところで当たっちゃって、その台形になってるけど痛いから、そこの根っこの周りをここを一個一個丸くなるように削ってるんですよ。これね、全部一個一個、そんな数は多くないんでね。そうすると持った時にこうすごいしっくりくる。ここにイボイボの周り模様と同時にね。でこれ今1回塗り終わった後の今、もう2回しか塗らないって今決めているんで、最初240番でペーパーで磨いて1回塗って、次はもう今1000番ですね。最後の塗りの時は1000番ペーパー、耐水ペーパーで水研ぎですね。もうすぐ硬いから、一回塗るだけでもすごい硬いんで、水研ぎで、まあ薄くなってるところもね、こうあるけど、水研ぎで研いで、漆の上から漆塗って、漆ってすごいツルツルだから、弾いちゃうんですね。弾いちゃうんで、旋盤で傷を入れておく。まあ、さすがね、鉄と同じモースコードが4なんで、硬いですけどね。で、これを、こうやって塗って、あと、なんていうの、これ根っこっていうのは中の方、中がもう詰まってるね、芯がこう、これも竹の根っこなんだけど、芯が真ん中に穴がない、この辺は穴がないんだけど、この辺が地上に出てくるから、そうすると穴がありますよね。でこれ塗った時にぶら下げなきゃいけないから、こういうぶら下げ器具を作って、こうやってぶら下げるんですよ。これバッチリですね。ちょうどここ曲がってるんで、この薬指と小指がこうやってね、こうできるんで、スナップいってすごい軽い。あとこいつだけでも音が結構出るんで、こいつ、だからそのドラムの音とこいつの音と混じっていい感じにはなると思うんですけどね。でこれをじゃあどっちから塗るかっていうとね、最後にこう持ってこうやってぶら下げるから、じゃあこっちから塗りましょう。でこっち複雑だしね。これもできるだけもう薄く塗りたいんで、変納油をね、薄めた漆で、ここに穴が開いてるよね。これもともと開いてたの、この穴はね。将来的にはここなんか刺して、なんかストラップつけるとか、そういうこともできるかな。いつも言ってるけど、こういうデコボコしたやつは結構難しいんで、難しいっていうか、こうへこんでるとこね、こうへこんでるとこに漆が溜まっちゃうんで、こうやってブユーって、でそれがまたビューってだれてくるし、で筆つけた時はね、美術やってる人なんかでこうたっぷりついてるじゃん。だからまあこう筆しごいたりとかするけど、漆はこうやっての僕の場合はこう伸ばしながらね、伸ばしながらで、伸ばしながらしごいてるっていうね。竹がね、何度か説明してるかもしれないけど、もう地上に出た時に太さが決まってるんですよ。それ以上太らないんですよね。だから竹のこの段階でもう太さが決まってるんですよ。だからものすごい太い竹っていうのは竹の子も太い、この細い竹、これマダケだと思うんだけど、マダケは竹の子も細いですね。で1回伸び1年伸びたら、もうそのそれから背丈も
伸びない、太さも変わらない。それだいたい、まあ、今調べたら7年ぐらいって言われてるけどね。今竹をね取りに行くのに、まあそうだね、まだもう10回は行ってないけどね、5、6回ぐらい行ってるけど、まあ地上に生えてるやつをもぎ取ってくるわけですよ。まあ人にちゃんと断ってね、その土地の人にちゃんと断って、まあ、もぎ取ってくるんだけど、まあ、掘ってね、根っこごと。当たりっていうか、やっぱこう根っこが密集してるのは、もうあの今年で終わりだなぐらいな、もう基盤できてるような、だけど上の方だけまだ緑が残ってるような、そういう竹は、おそらくもう老齢で、まあ、5、6年、7、8年、8年はないからね、まあ、5、6年は経って、まあ、その間にね、根っこは増えてるみたいだから、こうビシ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 って、ビシってこう根っこがね、生えてますよね。だから青、まあ、竹掘って、根っこがピョンヨンピョンヨンとか、少ないマダケとかもあるんですよ。モウソはね、もう根っこでかいよね。まあ、マダケなんかね、すぐポロッと取れる、根っこもある。そういうのは、まあ、若い、1、2年、まだ、の竹じゃないかな。根っこについてのね、記事がないんですよね。根っこはみんな捨てちゃうところだからね。でも根っこって中が詰まってるから、いろんなことに使えると思うんですけどね。細工ができるからね。日本のあの、ね、国宝文化の中の竹細工っていうジャンルがあるけど、あなたたちは竹の上の部分をこう、なんで16番つか32分割ぐらいにしてワイヤーにして、それで組んでいきますよね。でも完成した作品見るとみんなあのこういう同じ茶色になってるから、まあ、漆塗ってるんだよね、あれはね。で漆塗ると強度が増すからね。竹っていうのはもう、いや、こうね、こんな木みたいだけど、実は水分がもう4割ぐらいが水分なんでね。こうやって、ね、たまにこう置いちゃっても疲れたらね、いいんですよ。そのなんていうの、化学塗料みたいにそのすぐ乾かないから、置いちゃっても大丈夫。疲れたね。こういうのはね、こう段差がこう節があって、まあここはわざとね、ある程度少し削ってんだけど、自分でね、この段筆でこうやった時に段差にこう少したまっていくじゃないですか。これも逆にね、こういうのを利用する場合もある、ね、こうやってね、こう伸ばすと同時に段差に少し溜めるっていう、もう垂れないぐらい、ギリギリですね、垂れないぐらいこう溜める。こうやって今取れてるじゃないですか、こうやってね。で、そしてこうやって持ってるじゃないですか、こうやってこう、ね、持ってて。これで手袋してるから大丈夫ですよね。持ったとこもね、別に大丈夫ですよ、こうやってね。大丈夫なんだけど、勝手にね、こう、お互いがこう、合わさっていくんですよ。どうもね、今左手持ってた子がカク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 動くんですよね。カク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 動くから、吊るした時にまたボコッと落ちちゃうね。たまに夜中に、まあ室がね、すぐもうここから先に隣の部屋にあるんだけど、隣の部屋で
まあ、寝てるじゃないですか。ガトーンってよく室の中で音がしてますよね。ああ吊るしてるものが落っこっちゃったっていう感じですね。これでね、こいつはもうこれで完成です。乾けばね、ちょっとこの隙間にもね入れちゃったりしてるからね、固まって落っこちにくくなるじゃないですか、ね、完成です。完成って言ってもこれ乾いた後に研ぎ出しがあるんですよ。まだ研ぎ出しがあるんだけど、こいつはこれで終わり。ここですね。素晴らしい形ですね。でまた報告します。